はい、それでは、次はクラッシュダウンですね。行っていきたいと思います。ウォールさんですね。で、ウォールさんが、どんなんだったっけ？右腕左が同時に出現、デモンゾロを倒すと、勝利、物理、沈黙、睡眠の効果がついた攻撃か。一定時間経過した両手が倒されると、近接状態クラッシュカウントダウン始め。一方で腕が残ってクラッシュダービスを使って栄誉全滅かってことは、腕を破壊しないといけないですね。近接状態のカウンターゼロになってもダメか。はい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 、これはリリースは多分ダメなんですよね。弱いのは炎と氷ですね。腕が弱いのが炎と氷ですね。 OK です。じゃあそれではチーム作っていきます。はい、それではデボーズボール行きたいと思います。メンバーはガウ、レム、シド、エリア、レイラさんです。まあ、腕を壊しながら本体を叩いていくって形なんで、シドに応援を持たして、シドに応援を持たして、まあ、バフっていくって感じですね。で行っていきたいと思います。まずは腕を壊しながら行かないといけないと思うんで、まず壁張って、まず壁を張ります。で、それで、やりづらい。で、チャンレムさんは、押すものより切らないですね。硬いな、結構。硬いですね。まあ、壁は大事なんですよね。壁がないと話にならないですから。ケアルが入れて。な知らないで、一回ラッシュ、一回応援入れるか。ソウルバーン、ダメがちょっと怖いっすけどね。いや、腕壊して、で本体叩かないといけないんですけど、きつすぎるわこれ。復活するのかな。アルテマ入れたいですけどね。ちょっとケア入れて、そうね、バフさえ入ればある選び方っすよ、ね、そうバラッシュ、そうね、応援が入ってるんで下切り、これそんな食らわんですね。弱いけど頑張ってます。弱いけど頑張ってます。リパラシですね。ケアルガイですね。これでど真ん中が空いたんで、これで真ん中を削っていきゃいいんですよね。これが遅かったっす。まあまあいいっす。高いな。スナイプ、怒りの一撃、そんなにですね。あとはもうど真ん中削っていくわけですね。復活するのかな。手が復活、おっしゃ、はい、2回引でかい。アルテマっていいね。ナイスやで。ソウルバーン、バラッシュ。あとはもう事務所ソウルで攻撃していくだけですね。そんなに大きく当てられても、はい、ナイス。まあまあまあでかいし。これ、ガウさん。ガウさんすげえ。いいですね。自分を応援してもいいですけどね。チャンネルさんも戦うかな。言われて、あー、暴れてもいいな。ソロバン強すぎでしょ。強すぎますわ。ヒール入れる、デュアルレイと
引きグスライブ。もうこれは押し切りましょうか。 OK、 2回引き、2回いくとだいぶ楽っすね。ヒートバイト、これはリアルじゃ、ちょっとなんか嫌な予感しかしてない。もう早めに突っ込むわ。ヒートバイト早めに突っ込むだけ。あ、硬いのかな、硬なってますわ。あとはこの次の攻撃まで待ってくれるんであればいいんですけど、ちょっともう早めに大暴れ。まあまあそうでもねえな、ここでとどめだとは思うんですけど。 OK ですね。腕壊して、腕が再生されなかったってのがちょっと安心しましたね。腕が再生されたら泣きましたから。これでクラッシュダウンですね。で、マックリです。で、決勝もらえるんで、決勝もらえるのはめちゃめちゃ嬉しいですね。はい、ということで今回でこれでクラッシュダウンはゲットでございます。